エクサ高重、エクサ高重、エグサ高重、げ、1909年、明治42年9月4日から1944年、昭和19年6月15日は、日本の海軍軍人、海兵58機、521空陸上爆撃機搭乗員として、参加した、アゴー作戦で戦死した。最終階級は、海軍大佐。1909年、 明治四十二年九月四日、広島県足名郡夕間村毛有地、現、福山市足田町に、農家の旧江門と北の三男として生まれた。高草屋は、旧家で代々地主である。高草生は、同地方の戦国時代の豪族などに見られ、広島と岡山の県境に多く見られる。1925年、大正十四年、海軍兵学校と、 陸軍士官学校の両方を合格。甲具さんは海兵に行く気だったが、入校直前の身体検査で結核と誤信されて、海兵57期には入校できなかった。1926年、大正15年3月、旧政府中中学校、現、広島県立府中高等学校を、第一期生として卒業。同級に、浦上豊、岡崎平浦。 1927年、昭和2年4月8日、海軍兵学校58期として入校。同期には、村田茂春、中島忠、奥宮正武ら。1930年、昭和5年11月18日、海兵58期を卒業。58期生は、少尉候補生として、総合巡洋艦出雲、八雲に乗り組みし練習公開に出。 1931年、昭和6年従順洋艦羽黒乗組。1932年、昭和7年4月1日海軍勝尉。1933年、昭和8年11月、第24期飛行科学生を卒業。海軍中尉に昇進する。艦上攻撃機搭乗員となり水平爆撃、大撃の延長訓練を受けるため、立山海軍航空隊に配属。 1934年、昭和9年4月、空母放送乗り組み。1935年、昭和10年10月、再起海軍航空隊、再起空着任。のルタンダミノル単位の研究により正式採用された、急降下爆撃の訓練を受け、コーグサは、艦上攻撃機から艦上爆撃機に転化した。94式特殊爆撃機で、 急降下爆撃の訓練が行われたが、荷重と気圧の激変による航空障害を伴う過酷なものだった。1936年、昭和11年11月、海軍大員、再帰空分隊長。1937年、昭和12年9月、南京爆撃に参加。12月、空母流上分隊長となり、 中国の沿岸封鎖作戦と発艦訓練にあたる。1939年、昭和十四年十月、岡村元春海軍中佐の妹、聖子と結婚する。売借は、大西滝次郎夫妻。岡村中佐が、我が妹を嫁にやるに適した人物は、海軍広氏といえどもこの男を置いて、他に、なしとに強く勧めたことがなれそめであった。11月、 横須賀海軍航空隊、横空分隊条件強化、急行科爆撃法の研究を行う。1941年、昭和16年8月、第1航空艦隊、通称、ナグモ機動部隊に所属する、空母総流の艦爆隊長に着任。真珠湾攻撃に向けて、猛特訓を積む。工具座の酒の強さは、機動部隊1、連合艦隊1と評されたが、 よって乱れることはなかった。12月8日、真珠湾攻撃に参加する、太平洋戦争海戦。工草は、島崎茂和少佐を総指揮官とする、第二次攻撃隊の急降下爆撃隊78機を指揮した、島崎少佐時期卒の水平爆撃隊54機、新道三郎隊一率いる、星空隊35機と共に、 第一次攻撃隊の機影が姿を消した直後の新珠湾上空に姿を現す。辺りは敵の広角砲弾が打ち上げる弾幕で霞んでいたが能力色の地に虎の島模様の入った工具差し機器は大胆にも4000メートルという剣な高さから弾幕を突き切って大変体のまま湾上空を大きく旋回し一巡。これは第一次の戦火確認と 第二次の攻撃目標を見極めるための冷静沈着な行動だった。黒煙に覆われた湾内は目標を視認するのもままならず、敵の対空砲火や迎撃してくる戦闘機も増大。突然、突撃準備体系作れの加齢とともに、急降下爆撃隊は第一次攻撃を免れたアメリカの戦艦ペンシルベニア、湾外へ逃げようとしたネバダなどに襲いかかった。 コークサ隊はほぼ1時間攻撃を繰り返したが、指揮機に積んでいたのは、空母爆撃用の250キロ爆弾であり、米空母の不在で使用することなく、総流に帰還している。1942年、昭和17年1月、コーグサは再び総流に乗り太平洋を南下した。赤道を越えた、ナグモ機動部隊は1月から2月に、アンボンを攻撃、2月に、 ゴーシューポートダーウィンを攻撃した。2月、ナグモ機動部隊に参加。ジャワ沖総統作戦では走行中のアメリカイギリスオランダの連合軍の艦船を次々に沈めた。3月5日の航空爆撃では在白20隻をほとんど撃沈、連合軍は白旗を上げた。4月5日のナグモ機動部隊によるインド洋作戦時、正論島沖にて、 イギリス海軍の重巡洋艦、同接動者、同コーンウォールを攻撃した際には九十九式、艦上爆撃機での急降下爆撃の命中率は、八十七パーセントに及んだ。四月九日には、イギリスの小型空母ハーミーズを、これまた八十二パーセントに及ぶ命中率で、沈没させた。コークサラの急降下爆撃は正確無比であり、太平洋戦争中に行われた最良の、 航空攻撃とも評価されている。このように、南雲機動部隊は、海戦から、連戦連勝だった。工具差は6月頃、一交艦三謀長、草加隆之介から、剣道の指南を受けていた。1942年、昭和17年6月ミッドウェイ海戦に参加。工具差隊はもともと大機を命じられていたが、ミッドウェイ基地に対する攻撃が不十分という報告を、 受けた、司令部の判断から陸用爆弾を装備して二次攻撃に向かう準備をしていた。しかし、偵察機から敵艦隊を発見という報告が入った。第二航空戦隊司令官、山口多門少将からの攻撃隊、航空隊直ちに発進するようありと任務との意見具心があったが、第一航空艦隊、南雲機動部隊司令長官、南雲忠和中将は、 雷装に、兵装を転換するなど、効果的な攻撃の準備を優先させた。しかし、偵察機が敵空母の位置を大きく見誤っており、結果的に敵艦爆隊の先制を許すことになった。日本艦隊は、アメリカ軍機の猛攻撃を受けることとなる。この艦隊の確認のために発進させられたのが、試作高速偵察機13主艦上爆撃機であり、 総流に2機搭載されていた。作家の松賀重国も、その搭載について、偵察員経験者による工具座の進言によるものと、書いている。この偵察機は、攻撃を受ける前に偵察任務に出て、米機動部隊を発見したが、無線機の故障で報告ができず、攻撃に間に合わなかった。ミッドウェー海戦で日本は、主力空母4隻を喪失する大敗北を起死した。 総流も撃沈されコグサは負傷し、コークサ干爆隊はこの海戦で、ついに出撃していない。これに関して、アメリカ海軍歴史センター所長、ロナルド・ H スペクター博士は、コークサ干爆隊の急降下爆撃機36機が、もし出撃していたら、アメリカ空母に多大な損害を与えたことであろうと言います。アメリカの戦闘機は、初戦の段階では、 日本のものより力が劣っていたと思いますと述べている。選手研究家の瀬尾さ夫も、仮に相打ちに終わったとしても、日本海軍はとても強くて倒せないという感情がアメリカ側を支配し、ガダルカナル島へのアメリカ軍の進出は一年間は遅れただろう。戦局の局面全体が大きく変わったことは間違いないと述べている。7月10日、横須賀海軍航空隊付け。 9月25日、横須賀空飛行隊長研究官となり、輸送任務に従した。1943年、昭和18年7月に、基地航空部隊として再編成された第一航空艦隊内に開けたい、され、8月第521航空隊の飛行隊長に着任。新駅、銀河のテストパイロットを務めた。工具差も、一式立候の先訓から、 銀河の燃料タンクに防弾が施されることに対し、防御を厚くすると操縦性が悪くなることから、号衆を攻略するまでそのような防御は不要と主張し、軍令部の現田ミノル中佐がなだめに行く騒動も起こった。銀河は小型大馬力を実現しようとした誉れエンジンなどに不良箇所が多く、操縦も難しく訓練は至難を極めた。1944年。 昭和19年2月、521空のマリアナ進出が決まると、進出前にコールサは家族に、今度は港川だよ。おめえを潜在に残すことになっても、聖子カズとの信頼があれば持って命することができよ。世話をかけたなあ、お母様に良い子であれよと語った。4月から5月にかけて、521空は、機材整備、乗員訓練とも、 未完のまま前線のグアムに到着した。6月に入ると、ペリリュー島が、連日米機動部隊の空襲を受けた。同月11日から、グアム、テニアン島、サイパン島が攻撃される。13日、総計133隻に上るアメリカ艦隊が、サイパン島を、砲撃。15日には、アメリカ軍がサイパンに上陸した。1944年、 昭和19年6月15日、阿豪作戦が発動した。工グサが率いる基地航空部隊の521空、銀河を主力機とする通称、砲部隊は陸上基地から敵機動部隊への出撃命令を加齢された。同日有刻、工具差指揮艦機を先頭に銀河八機はヤップ島を発進、サイパン島西沖の米空母軍を襲った。が、 すでに制空権を手中に収め、高性能レーダーと近接新艦を装備していた、米艦隊の対空砲火指列を極め、高草の乗る、指揮艦機を含め8機の銀河は撃墜された。アメリカの空母サンジャシンとの戦闘報告には、奇襲は成功したが、日本軍の勇敢さにもかかわらず、高草の決死行動は虚しく撃退された。このようにして、日本の そしておそらく世界の指導的な海軍急降下爆撃機パイロットであったコーグサが、友軍にも敵軍にも、ほとんど気づかれることなく、死んでいった。彼は、立派な侍ならば、誰でもやるように、戦闘で死んだ。彼が達成した偉業は、現在でも、航空、海上戦士の中で比べるものがなく、特別の地位を占めている。彼の死は、 太平洋戦争の最後の問題を象徴していた。つまり連達の勇士の時代が大量火器の時代にとって変わられたということであったと記述されている。甲佐はこの戦闘で戦死し、去年34、死後1945年、昭和20年1月、二階級特進にて海軍大佐に進級した。甲佐の墓は高知市筆山霊園に義兄、 岡村元春の墓と並んで立っている。イギリス軍事、海軍関係のノンフィクション作家のピーター・シー・スミスは、第二次大戦の航空戦士、爆撃王列伝で、輝かしい功績を残した急降下爆撃のエース7人を、挙げ、そのトップに工具差の名前を紹介している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。